さてヒーローズ雑談のお時間です。今回はねこれからと言いますか新ユニットに結構食いついていく感じで貪欲にやっていきたいと思います。そしてあさって新しい超英雄で、4人のキャラが来るようですね。で1人ずつじゃあ見ていきましょうか。今ちょっと自分も確認しながらなのですがちょっとスキルとかが間違ってたらあれなんでね。よしカチカチ失礼するぜ。1人目がカチュアか。カチュアはいいよね。うん、結構ね人気あるんですよ私調べですけど。うん、リメイクで、新暗黒竜とか新紋章とかが出てきた時もカチュアだけはなんか書き下ろしの壁紙があったような気がしますが、で今回のカチュアさんは馬で魔法使いで引き続き青ですか。カチュアを使いたいっていう人にとっては同じ色なのでちょっと微妙かもしれませんが、問題はですね B スキルにやばいのありますね。魔法の封印3、馬で青、魔法の封印、そういえば B スキルが空いてそうな素敵な殿方がいらっしゃるじゃありませんかね。まあしかし現状かなりの高級スキル、超英雄で、期間限定でここでしか手に入らないことを思うと案外食わせることはないのかもしれませんが、万が一これ使われたら闘技場とかでとても面倒ですね。結構課金して10凸とか羽とかで4人揃えてる方にとってはラインハルトはあんまり影響ないんでしょうけど、まあ今の私ぐらいのこう美課金ぐらいだと3凸とかが直撃するんですよね。ちょっとやべえかもしれませんね。色で受けるのがちょっと無理になってくる。2のとかがずらされると多分無理なんですよね。もうってなってくると受けずに釣って殴りかかってかつ引き戻しとかで対策する必要が出てくるんですかね。はい、しかしカチュアさん可愛いな。今回一番欲しいかもしんないんですけど、青か。青で魔法使いってマークちゃんと同じなんですよね。そういうところもあるかもしれない。まあいずれね青のこれ他の伝承キャラもそうなんですけど伝承英雄がいつ追加されるかわからんのですよね今。あと青で言ったら例えばレクツオーラミカヤとかになるんですかね。あの暁第4部というか終章か、終章コスチュームの、まあ、ユンヌと言った方がいいかもしれませんが、他にもいろいろなパターンは考えられるのでその時に1体引ければいいぐらいだったら伝承に望みを託すのはありかもしれませんね。はい、で他のステータスとしてはそうですね、肝心のそうだよ、ハルトにばっか目がいってるけどカチュアさん自身のことも忘れちゃいけませんね。でこの卵がですねあれか、遠距離デバフ、あの自分の魔防より低い敵の攻撃を落とすみたいな直線スキルってあるじゃないですか、防作、あれをいっぱい入れてスリーズとかと遠距離デバフーパー作ろうと思ってたんですけど、神技でこれやられるとねえ困るね。しかもデバフのパワーが半端じゃねえですね。2項目落とすか一括が流行るかもしれませんが、でもそうだね、一括でサポートが埋まってくれるのなら美味しいような気がしないでもないですね。はい、でまあカチュアに関してはそんなもんか、シンプルに強いんじゃないですかね。はい、ステータス次第ってところはあります。ただ超英雄4体全部お世話になるかっていうとかなりきついですよね。次のキャラはシャロンちゃんですね。ここだけ実は差し替えとなっております。というのも、歩行の魔法使いでてっきり馬に乗ってると勘違いしてましてね。いやー緑で歩行で魔法使い、すでにこの時点で苦しそうですね。まだ馬の方だったらね高速アタッカーという道が残ってたんですけど、ニノ、ユリア、ディアドラ、ソニアともうこの時点でね、ましてや無課金の星ね、今となっては10凸してる方も多いのではないでしょうか。ニノという壁が非常に大きいというか、それでもやっぱり神技を持ってるという点では他にない。いやでもやっぱりねナーガとかもいっぱいありますから、
そういう意味ではちょっと苦しいのかもしれませんが、ようやくシャロンを、限界突破できるようになったという点で、もしかしたら需要があるのかもしれません。アルフォンス君は結構隠れファンがいるとのことなので、この後にも出てきますが、はい、スキルとしてはまあ普通というか波って感じですかね。特にそこまで目立ったスキルがあるわけでもなく、うん、無難にそこそこ強いのを集めたって感じでしょうか。うまく使えば思ったよりは活躍するかもしれないぐらいですかね。うん、まあ、先ほどのカチュアに比べると封印の圧力が少々薄いような気もしますが、はい、まあそれはさておきとして、この後、当時録画してた私にバトンタッチしてアルフォンス君お願いします。アルフォンス君、はい、胸元セクシー、はい、なんかちょっともっこりしてるような気がしますが、おっといけない。さあ、ビッグスプーン、これはワトーの斧バージョンですかね。でアルフォンス君特有の回復スキルに、これなんかあからさまにこれシャロンちゃんに比べるとなんかワンランク落ちる感じがすごいですね。これ守備の支援がありますね。これ初でしたっけ。うん、まあ、特務機関、2人を狙う場合は緑だけでいいっていう風に分けてくれてるあたりは多少良心的なような気はしますね。うん、このヒーローズとか例えばサイファとかにのみ登場するキャラクターがどうしてもそのヒーローズのキャラ主人公としてではなくてオリジナルキャラという風な見方をしてしまうパターンもあるので、そういったところへの配慮じゃないですかね。うん、原作が存在するキャラにヒーローズ出身のキャラがすり抜けで来られると、まあ、うん、集めなくてもいいヘイトまで集めてしまいそうなところはありますからね。一応斧継承できるから、そうですね、キラーアクスと選択って感じでしょうか。決して悪くはないと思いますが、本人に関してはもうステータス次第でしょうね。プレイクとティアマトぐらいしか斧の埋まっていなかった気がする。ギュンターとかあんまり追加されてなかったんですよね。ステータスによってはかなり、使われるキャラになるかもしれません。フレデリクが結構ねステータス的には無駄がない。魔法を捨てて速さも諦めてる感じなんで、あれを上回るとなるとね、どうなんでしょう。アルフォンス君も結構速さを捨ててらっしゃったので、意外と優秀なステータスになってくれるかもしれませんね。うん、はい、そんなところ。こうしてみるとちょくちょく素材需要を入れてくんな。そしてカゲロウさん、はい、またしても手裏剣、そして飛行の手裏剣、原作にはなかった感じですかね。はい、で、相変わらず超英雄でしか強化されない手裏剣、匠くんの持ちに続き人参ですね。食い物を投げる、そういった武器になりつつ、スキルとしてはそうだね、超英雄はなんかスキルが5つのようで、1つが稼ぎとかに使われるあれだから実質4枠みたいなところは多いんですかね。これあんまり性能的にはよっぽどじゃない限りは暗記ですからね、きついと思いますが、まあイラストがエロいとかで、うん、まあ白をちょっと引いてしまう方が今回はいるかもしれませんね。うん、そういったね、需要は正義ですから、ある意味性能以上に性能してますからね、絵の、うん、スケベは世界を救うらしいですから、はい、武器の性能自体は手裏剣にしては使えるみたいな、これもいわゆる和刀ですかね。はい、ただ和刀で扇の火力をプラス10したところで暗記は暗記で査定も低いしというところはあるので、例えばフェリシアが大好きな人とかが持つかもしれない。いやでもフェリシアは皿持ってるからな今。まああとは猫のサクラとかですかね。うん、サザとか、いやサザもペシカドの方が強いし、ってなるとやっぱり昔からいるガイアとかサイゾウとか、ああいう人向けなんですかね。はい、うん、ただあの白のキャラって最近全然追加が来なくて、伝承英雄の復刻枠ももう残るはミストのみみたいな状態になってて、で期間限定のハロウィンたちを消化したら意外とすぐね、カゲロウさんは復刻の順番回ってくんじゃねえかなという気もします。はい、性能については楽しみですね。もともとその技のカゲロウ、力の輪化みたいなところがありまして、ステータスもそんな感じだったので、もしかしたら
早々にサザの攻撃上回ってしまうかもしれませんね。カゲロウが確か35でサザが36だったので、今出てきたカゲロウさんはおそらくステータス補正前よりは強くなると思いますので、うん、飛行は特にそのデメリット計算されない傾向もありますし、うん、ましてや使用率の低い暗記セーブしてくるとも思えない。で、威力が37でもあれば暗記最高の火力を手にしますし、飛行なのでバフの、強化も期待できます。はい、なので性能的にはやっぱり波以上にはなるかなというところで、はい。で、期間はどれぐらいなんだ、肝心の期間は、およそ1ヶ月か。これとあと去年のウサ耳キャラの復刻があるのかどうか気になるところですね。はい、まあ1ヶ月もあるので今月末に、来る伝承英雄新しいキャラ来るのを見てからでも遅くはないかもしれませんね。この時期だとトラキアのガチャにも被ってくるかな。うん、とまあこんな感じで特に意味もない雑談でしたが、まあやっぱりこうしてみるとぶっ壊れ性能っていうのは現状見えないし、なりようもなさそうですね。スキル的にその強いスキルっていうのは大抵専用スキルとかに、付与されることが多いので、ステータス的にはそこまで露骨な強化もされなさそうですしね。まああのラインハルトに一体どれだけの人がこのカチュアを、継承させるのかとかね。今回はその真面目なキャラにハレンチな格好をさせて恥ずかしめるみたいなのがコンセプトなんですかね。シャロン以外はそんな感じしますが、意外とアルフォンスは乗り良さそうだけどね。カチュアとカゲロウはな、そういうイメージないよな。でも任務だから仕方ないよね。はい、な感じでまあもしもそうカチュア全力勢、カゲロウ全力勢の方がいましたら、まあ、生きて帰ってくることを願っております。はい、というかそうですね、復刻があるかどうかなんだよな。これ万が一去年のウサ耳キャラが復刻しなかった場合、次の復刻は伝承になってしまうんですよね。伝承で凸増やすのってもうやべえでしょ。うん、伝承ワイク引いたぜっていう人のボックス見たらジークベルトとサナキが大量みたいなのはよく見かける光景ですよね。はい、その周りがね同様に欲しいユニットだったら痛くも痒くも痛い、まあ痛いっちゃ痛いですけど、はい、白はきついよな、うん、白は混ぜられてもねえ、強いキャラの方が正直少ないから、カゲロウさんをとつりたい人はもう今回しかないでしょうね、下手したら。うん、まああのあくまでその性能的にはおそらく控えめでしょうから、うん、頑張って、なんとか無事生存していただければと。クレインとかはもらえますが、最近鬼神の一撃とか、うん、あんまり素材需要を感じづらいというところはあるんですよね。視線もようやく落ちましたけど、そこまでつけてる人いないというか、うん、やっぱ獅子粉塵とかちょっと耐久に寄せたりとかですかね。勇者装備自体があんま見かけないし、うん、まあ逆に言うとそういった素材もようやく確保できるチャンスでもあるんですね。刹那の弓殺しとか、あとは何でしょうね、白じゃないと手に入らない素材、まああとはすり抜けで杖とか、ルセアさんとかが今はちょっと当たりになりつつですかね。まあそう、そんな感じですかね。まああの結構そっちの方面では白は苦しんだ経験があるんでねうん、あの超英雄な、あの後がない感じもしますが、まああれですよ、気持ちよくいきましょう。気持ちよくね、苦しんでやるんではなく楽しんで、うん、楽しんで生き残りましょう。はい、というわけで私としては結局のところ私はマークちゃんなんですよね。結局そうなんだよ、マークちゃんは落ちねえだろうな、マークちゃんな、次復刻されるのいつなんだろうなとか思いつつ、期間限定じゃないだけマシのような気がしますが、こんだけユニット増えてきたら実質期間限定みたいなもんでしてね。うん、マーク君男の方は落ちそうな気がするんですけどね、どうなんでしょうね。結構このゲーム性別が違うだけで扱いが結構変わるんで、例えばカムイ男は星4星5ですが、カムイ女は星3星4で、
長英雄の、出てくる順番も結構こうね、夏の水着と正月で結構違ったりとか、ルフレも、3体そして全員青でガチ性能、全員じゃねえわ、ブラーレイブンとクリスマス、うん、パーンと、ギムレイか、うん、こうして見ると一級品ばっかり揃ってますね。一方の女の子の方は技量を持ってるあの森、うん、森と配布、うん、な感じで、こうして見ると結構差あるんですよね、性能とか細かいところ言い出すと、それも、うん、相当な量、うん、なのでそこら辺落ちてくれることを祈りつつ、祈りつつ、できればマークちゃんも落ちねえかな、全身素材だから落ちないとは思いますがね。はい、まああとは今はこうやって、まあ超英雄はほどほどにとか言ってますけど、例えばその被弾イラストが素晴らしいとかで泥沼にはまる可能性もありますが、その辺は数日後、そうですね、覚醒の新キャラ動画紹介を終えたあたりの私に、委ねましょう。はい、というわけで結構長く喋っちゃいましたが終わりましょう。ありがとうございました。